ここは大網駅です。さて、これから11時36分発の普通列車、ではなく後続の11時46分発の特急に乗ります。ワヤワヤーとの特急に乗るメリットはあるの？混雑回避や快適性を得ることができます。速達性は？いやーこれの追い越し以外ないので、というわけでこの券売機で自由席の特急券を買うことにします。ご希望のボタンを押してください。まず IC カード入れますよね。今回は勝浦まで乗ります。なぜなら勝浦まで乗った方が安いので。正確に移動したいのかそうじゃないのか。お取り忘れにご注意ください。お取り忘れ。というわけで、特急券、ゲットだ。ですね、今11時17分くらいなんですよ。で特急列車の発車するのが11時46分なんですよ。30分近く待つってわけね。ですが私からしてみればそんなのどうだって言い訳でございます。なんで？なぜって、特急の快適性を得られるのならば30分待つことくらい苦痛。E217 系の裏からぞっこり現れたのは209系という車両です。もともとこれに乗る予定でしたが、特急券を買ったのでこれには乗りません。この後に来る特急に乗るってわけね。そして、この後の特急に乗ります。にしてもだいぶボロボロだね。京浜東北線のお下がりだし、かれこれ25年近くは走っていますからね。ボロボロといえば、反対方面を走るこちらの車両も引退が迫っています。 E217 系という車両です。スタイリッシュな気がするけど、もうだいぶくたびれてきている印象。見送ります。ていうか、すっごい電車傾いてる。すっごいカーブ。いよいよ発車していくそうです。これを後からやってくる特急に乗って追い抜くってわけね。まったくその通りでございます。ああ、行っちゃった。さようなら、勝浦で会いましょう。というわけで普通列車は行ってしまいましたが、私たちには頼もしい味方がいます。こちら房総地区を走る特急 E257 系500番台です。グラサンかけた海のバリビみたいな見た目してるね。もう少し老人どうにかしてくれ。まあまあ、お、でも側面スタイルは割といい感じ。房総地区で青と黄色があしらわれた爽やかなデザインとなっております。や、もろ。また乗車位置間違えました。サンライズの失敗を生かせてない。車内はこんな風に青目の色調、この辺でいいかな、よし、と思いましたが、やっぱり一列前にしましょう。というわけでいよいよ発車。次の停車駅は茂原です。あ、今度はドア付近に移動したんだ。これが見たくなっちゃったもので、この車両は製造からざっくり15年が経過しているということになりますね。そして車両番号のチェック。500番台だね。せっかくなので少し探検。電車をダンジョンみたいに扱ってる。何やら不思議な空間を見つけました。一体何か。鏡張りの空間、そして水が湧き出る泉もある。なんだこれは。洗面所だよね。そして不思議な空間の片隅には怪しげな隠し扉があるぞ。ゴミ箱だよねそれ。トイレは悲しいことに使用中でした。まあ開いたら取ろう。取る前提なんだ。しばらく待つことにしましょう。よっこらセット。あれ、今何を置いたの？切符です。むしろ意味かならなかったの。この窓枠のスペース広いのでビデオカメラとか置けそうですね。なかなかにゆとりがあるもんね。よいしょ。あ、普通に置けるわ。というわけで検証結果。勝手に終わらせないで。せっかくいい感じの車窓なんだから。そうだよ、これからますます綺麗な車窓になってくんでしょ。そうですね、しばらくは綺麗でローカルな車窓が広がります。特急列車らしくリクライニングとかもついてます。面白いのは座面を前面にスライドすることもできるという点ですね。前面にスライド？あ、これをいじくれば座面が動くってわけね。そうそう。まもなく小原です。小原の次は何か栄えた感じの土地になってきました。茂原って大きい町なの？人口は8万人を超えているから小さくはないと思うよ。秋になったので利用しようと思います。てなわけでトイレ移ります。見たくなかったらちょっとスキップしてね。特急電車のトイレはどれだけ綺麗なのかな。なんか豪華な感じのトイレだね。用を足す前に一旦鍵を閉めましょうね。お、縦から横に閉めるタイプか。電車の中だとあんま見ない気がするね。
ボロボロ出るんだ。鍵はこんな風にひねって、トイレからだ、ちなみに洋式トイレだけでなく男子用小便器もあります。開けようかなと思いましたが、よし、開けましょう。開けたいんだ。一般的な男子トイレですね、お風呂みたい。私的にはよくわからないけど、こうなんだね。手洗い場もある。257系は、座骨広く見えませんが全面展望を堪能できます。いかにもローカルといった感じだね。これが千葉か。千葉全域がこうってわけじゃないからね。席に戻ってきました。これからテーブルを開けるんだね。割と一般的なテーブルです。いろんな電車でよく見るものだね。にしてもここ、めっちゃカメラ置きやすい。カメラの角度も、お姉ちゃんの滝への位置的にもいい感じになってるね。さっきに送った暴走209系を上総一の宮で追い越し、ここで抜かすんだ。ところで座面スライドはどうなんでしょう。ちょっと気になるね。肘掛けの横についているこれをいじると、おお。ちょっとだけだけど動いた。座面もスイって動いたので電車も同様にスイ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 って動くのかと思いきや、その表現はわからないけど、でもそんな速くないね。飛行機で飛ぶのと同じくらいだね。一般的な人間にはその表現はわからない。節約思考。昼飯は冷凍まで。そいよいよ御宿。その次の停車駅は勝浦ですので、もうすぐ降りなければなりません。なんかビデオカメラが壊れかけたのでちょっと焦りました。それは怖い。勝浦に着く前に直ってくれと祈りながらその時を待ちましたが、なんとかなりました。なんとかなったならよかった。景色は大網発車直後よりもさらにローカル感が増してます。いろいろって感じがしてきたね。なんか山ばっかりだね。私たちの住んでるところみたい。進行方向左側は割と海が見えたり見えなかったり、そのせいか海側は席がほとんど埋まっていました。さすがにそろそろ席を畳めば。そうそう、一列目の座席どうなってるか見たくないですか。いやいやいや、ないですよね。じゃあ見せてあげます。はい、どうも。めっちゃ感想以上、おしまい。以上、本日は大回りに暴走特急を用いたというお話でした。ちなみに再三再四になりますが、この区間は本数が少ないので特急を使うことも、特急を使うことによるスケジュール的なメリットはほぼありません。というわけで追い抜かした普通列車に乗って淡鴨川方面へ向かいます。うわ、本当に快適性のためだけに乗ったんだ。そう言ったじゃないか。それもそうだけど。というわけで本日はここまでとさせていただきます。また次の動画も見てねー。みんなも無駄遣いには気をつけて旅行してねー。